Als nächstes gibt es ein Interview mit Regisseur Seiji Kishi. Er ist bekannt für Werke wie Assassination Classroom, Humanity Has Declined, Angel Beats, Hamatora, Danganronpa, Kengan Ashura und im Oktober wird es ganz neu With the Dog and the Cat Every Day is Fun geben. Wir freuen uns, dass 2018 Herr Kishi schon auf der Konichi zu Gast war und er hat neben Signierstunden auch Talkshows und ein Meet and Greet mit euch abgehalten. Mein Name ist Jasmin, ich bin Orga der Ehrengäste und Dolmetscherin. Ich führe hier dieses Interview für euch am 23. Juli 2020 und setze im Nachhinein die Untertitel. Sore dewa Kishi-san, Konichi Online へ yokoso! はい、こんにちは。アニメ監督の岸です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。ね、上裸でね、失礼しますね。はい。最後の感じですけれども、よろしくお願いします。はい、お願いします。あれだよね、これ見てる人、なんでお前裸なんだよって感じだよね。いえいえ。そんなの。こういう、もうね、こういうスタイルなので、よろしくお願いします。そういう趣味の人だと。趣味ってなんか脱ぐのが趣味みたいになってきて、まあいいです。はい、はいはい、もうアニメ監督兼ボディビルダーでございますので、はい、その辺はよろしくお願いします。素敵です。よろしくお願いします。お願いします。早速ですけれども、今日のこと覚えてますか？何か、はい、のエピソードを教えてください。いや、すごく覚えてますよ。2018年にね、呼んでいただいて、はい、ドイツのね、今日イベントに参加させていただいたんですけれども、いやー、まあ、楽しかったですね。まあ、ファンの熱量が本当にすごくって、なんでしょう、クリエイターの方に対しての興味が非常にドイツの方は強いですね。もう、そこはね、身をもって、もう知らせていただきました。結構ね、日本だとね、役者さんとかね、そういう方の方が、まあ、取り上げられていたりとか、まあ、なかなかスタッフに目を向くことがないんですけれども、ドイツの方はね、そういうね、クリエイターの方に対しても非常に興味深くね、見ていただいて、嬉しかったですね、非常に。で、イベントの方もね、いろいろやらせていただいたんですけれども、もうお客様からぐいぐいこうね、参加していただくような熱意があって、非常に楽しかったのを覚えてますね。はい。ありがとうございます。はい、いいんですけど、最近携わった作品は何でしょうか？一番新しいところだと、ケンガンアシュラになるんですかね。うん、ケンガンアシュラ。もう はい、上半身アピールしたケンガンアシュラ。ちょっとケンガンアシュラの裏話とかあったら聞きたいですね。はい、そうですね、ケンガンアシュラ自体が、3D アニメーションとして作らせていただいたんですけれども、まあ、日本だとネットフリックス先行、まあ、ドイツだとどのような形でね、皆さんも 手元に届いてるかっていうところあるんですけど、みんなね、ネットフリックス嫌いだからね、大丈夫かしらと思いつつね、その辺もよく覚えてますよ、本当に。はい。まあちょっと話ずれるけど、イベントの時にみんなにいろいろ聞いて、みんなが本当にネットフリックス嫌いなんだなってことはよく分かったので、ケンガンアシュラ見ていただけてるかしらっていうのは心配してるんですけれども、そんな感じでですね、ケンガンアシュラはネットフリックスの方で配信中ではあるんですが、まあ格闘技の、原作漫画がございまして、まあそれをですね、アニメーションの方ということで、作品させていただいて、いただいたんですけれども、3D アニメーションをメインとして、どちらかというとアクションアニメではなくて、格闘アニメとして作らさせていただきました。まあ本当にね、人と人がぶつかり合って、迫力があって、痛さも感じるような、そういったものにしたかったので、まあ何よりもね、格闘のかっこよさというものをね、しっかりと表現するというところをね、やりたかったというのがありましたので、それを実現するためには 3D でということで、3D アニメーション作品として、お届けさせていただきました。パッと見はね、なんだったら 3D に見えないような、劇画のね、それこそ絵が動いてるような作品としても見れるようになっておりますのでね、こう見ていていただけてれば幸いだなとは思ってますけどね。はい。今ちょうどもう、3DCG の話が出ましたけれども、はい。キスタは CG を用いた作品を本当に多数手掛けていらっしゃいますよね。はい、そうですね、比較的。うん、その CG のメリットというのは何なんでしょうか？
なんでしょうね、一番はやはりクオリティの担保ですかね。いわゆる、まあよくありますけれども、手書きのアニメーションですと言われますね。作画崩れがどうのとか、キャラクターがどうのとか、そういった話が出てくるわけですけれども、この 3D アニメーションに関して言えば基本それがない。つまり一回作ってしまえば、まあ物としてはそこにあるわけですから崩れようがない。まあ細かく言えばそのね、取り扱うオペレーターさんの技術によってよく見えたり悪く見えたりというのは当然だから、それはあるんですけれども、最低限のその画面上のキャラクターの担保というのはできているわけで、そこがやはり一番まあ大きく使う理由、クオリティ、お客様に対して安定したクオリティのものを届けることが可能であろうというところでの判断での 3D を使用するというところにまあ至っている感じですかね、自分の場合は。なるほど。で、その CG って今後どう進化していくと思いますか？そうですね、日本の場合だとまた独自にガラパゴスで進化している感じがするので、それこそ海外の方であれば、3D でじゃあアニメーションを作りましょうって言ったときに、プログラムであったりとかその辺のところも結構取り入れて、まあ意外と主流に取り入れて動かしていくのかな。まあ手書き的なその当然のような技術もあると思うんですけれども、もっともっとその何でしょうね、プログラム的な技術っていうものを取り入れて動かしていくっていうのがメインになってるはずなんですけれども、なんだったらモーションキャプチャーだったりとかもそうですし、またその技術のありようが違う。日本の場合は手付けでやってます。今言うたら、コマ撮りの人形を動かしてるのと変わんないですよ。人形を持って1枚動かして、パシャッと撮って 1枚またポーズ書いてパシャッと撮って、これとあんま変わんないわけですよ。つまりこれを日本の 3D アニメーションの場合やってる。いわゆる手付けで、手書きの風合いといったら変ですけど、その人がモーションキャプチャーで動いた動き、うんうんではなくて、けれん味がある、まるで手書きのような動き。っていうところを 3D でも追いかけてますね。で、ピッターやら、まあ、名前出しちゃったから後で消しといて。っていうところは、当然ながら、じゃあそこも手書きじゃない風合いっていうのはあるじゃないか。まあ、アニメーション的な動きじゃないかって言われれば手書き的なね。まあ、それはそうなんですが、まあ、実はあちら側の、まあ、アニメーションモーションっていうのは、プログラムが対応されているはずです。ものすごい複雑な動きというのは、そこのプログラムの部分に頼っている。日本は全く頼れません。まあ、いろんな理由があるんですけれども、まあ、一番は規模感ですね。商品としての規模感。やはりプログラムを開発するということには、開発の費用がかかるわけで、それに対して の費用担保というのは日本ではできてません。その代わりに、人の技術というものでそれを全部カバーしようというのが日本のやり方ですね。で、そういった方向で、と独自の方向の進化を日本のアニメーション、まあ、3D アニメーションですねは、今のところ、まあ、進もうとしているというところが見て取れます。で、3D アニメーションの代わりになっていくような分野としても、まあ、このまま視野を広げていくんじゃないかなっていうのはありますね、はい、今見てるとね、そんなアニメの現場ですけれども、はい、コロナ禍の中で働き方どう変わりましたか？キスタンの現場で何か具体的に変わったことはありますでしょうか？そうですね、やっぱりこういったリモートでのやり取りっていうのは格段に増えましたね。これ当たり前ですけれども、今までだったら人と人と会って、まあ、直接会って会議して打ち合わせしてなんていうことが当たり前でしたけれども、まあやはりコロナになってからは、まあちょっとね、さすがに直接会うのはまあね、いろいろ大変だろうと、まあ、状況が状況だけにソーシャルディスタンスを守りましょうじゃないですけれども、そういったことがあるので、まあ、やはりこういったリモートでの会議、打ち合わせというのはこれは当たり前になりましたね。で、その後、さらにまあ言うと何でしょうね、音響現場のありようがやはり一番変わっているかなと。音響現場というのは、つまり役者さんが、まあ、声を取る現場、アフレコ現場ですね。あのやり方というのが非常にやはり、一番変わったかなというところではあると思います。どういったところが例えばというところで言うと、今までって、まあ、今もそうなんですけども、役者様が録音ブース、いわゆる部屋の中に入って、まあ、なんだったら多いときに何十人という方がドンと入って、それで入れ替わり立ち替わり、お芝居をマイクの前でお芝居をしていただいて、それを収録する。
というやり方だったわけですけれども、今のやり方は、それが、まあ、つまり大人数での収録は、ちょっといろんな意味で、まあ、コロナのね、この渦の中、大人数での収録というのは、やはりちょっと危険であろうと。何かあったら困ってしまう。じゃあどうするんだというところで、3人ずつぐらいしかできなくなってます。3人1回収録して、部屋の中を1回消毒して、で、また違う3人を入っていただいて、さらに消毒して、また入っていただいて、これを繰り返します。すごい時間かかります。ただ、今のところこうするしかない。という中で、まあ、現状ですね、すごいテーマをかけて、まあ、音響の収録というのはされてますかね。一番大きく変わったのはそこじゃないですかね。はい。聞いているチームワークがやはり重要なように聞こえますね。そうですね。はい。チームワーク、チームメンバーといえばですけれども、今日オンラインの、ゲストでもある上津さんともよく一緒に作品を作っていますね。はい、でそうですね。その自分の一緒に仕事をしている仲間、チームメンバーをよく知っていること自体にはどのようなメリットがあるのでしょうか。そうですね。まあ、お互いもう、ね、長くこう仕事をやっていると、当然ながら、あ、この人はまあこういう時こういうふうに思うんだろうなとか、何かまあこう、まあなんかこうあった時に、まあこの人はまあこういうふうに動くんだろうなという、まあまあ予想ができるって言うのは変ですけれども、まあもう今更何か言うこともなく信頼関係はできているっていうところが一番やはり大きいんですかね。それがなければ、やはりこういうアニメの現場っていうのは、まあ当たり前ですけど集団作業ですので、チーム戦になるわけです。そうすると、やっぱり一回一回信頼関係を整えていかないといけない。この人はどういう仕事をして、どんな人で、まあどういうことが嫌でじゃないけど好きでとか、そういうことを分かっていないと、やっぱりその集団作業の中では支障が出てしまいますので、それが、まあ、ずっとチームでやっていると、その信頼関係というのはすでに構築できているところから始まりますので、うん、そこがやっぱり一番のメリット。まあ、この人は、まあ、良くも悪くもこういう人だし、で、さらに仕事に対してはこういう信頼性があるし、で、何かしたって、自分はこの人に対してこういうカバーができる。というところで、分かった上でみんなが動く。で、最終的にこの人ならばここまでやってくれるっていう信頼感、このもとで動けるので、まあ、これはやっぱり、なんでしょうね、長くこう、チームとしてやってるところで、非常にメリットではあるところかなとは思いますね。まあ、自分なんかは比較的それが多いですね。ウィズなんかもそうですし、まあ、他の音響スタッフ、撮影スタッフ、美術スタッフ、基本的には、まあ、ほぼ、まあ、毎度変わらずのスタッフが、まあ、揃ってのところで動くことが多いですね。当然、スケジュール上難しいということもあるんですけれども、うん、比較的周りにいる人間は、まあ、信頼できるスタッフを置けてるのかなとは思いますね。そこはありがたいところかなと思っております。はい。ありがとうございます。はい。いくつか、具体的に作品についての質問を、行いたいと思います。はい。はい、まず最初に、青木鋼のアルペジオ。はいはいはい。喫茶はね、新しいもの好きという印象を残したこの作品ですけれども、ね、はい、業界でもいち早く CG を取り入れた作品でしたね。はい。先ほども CG の話も少し出ましたけれども、うん、どうしてその青木鋼のアルペジオで CG を導入しようというふうに決断したのでしょうか。まず、まあ、作品に対しての、まあ、決断という意味で言えば、まああれは原作の漫画がまずございまして、アルペジオに関しましては。で、それを読んで、まあ、これをアニメ化しましょうという話になったときに、まあ、つまりあれは戦艦ものでございますと、メカが非常に出てくる。で、それに対して可愛い女の子たちも出てくるわけですが、まあ、題材としてまず、非常に CG に向いていたと思ったというところが、向いていると思ったというところが、まあ非常に大きかったわけですが、その前に、あの当時から自分はもう、手書きは手書きとして、その、まあ、手書きのアニメーションの中にたまにこう、CG のカット、シーンというものが、まあやはりもう、あの時点で取り込まれてはいたんです。で、それを見て、
あ、もうここまでのクオリティができるのであれば、別に一本丸ごと作れるじゃん。っていうふうには思ってたんですね、ずっと。で、しかも先ほど言った通りです。CG を使えば、キャラクターの崩れでもない。要は作品のクオリティの担保には非常に向いている。まあ、確かに未知の世界ではあります。それまで誰もやったことがないんです。なかったんですよ。そのワンシーン、数カットっていう単位では、アニメ手書きのアニメーションの中に CG のカットが存在するというのはあったわけですけれども、シリーズ丸ごと、例えば、12話連続、24話連続なんていうことができると思ってきていた人は、そもそも作品としてもそうですし、商売としてもそうですが、成立するなんて思っていた人はあの当時いなかったみたいですね。私はそうは思ってなかったわけです。いやいや、できるでしょ。え、なんでできないの？できないの方が意味がわからないと。これだけのものが画面上に現れていて、先ほど言った、手書きのアニメーションの中に CG のシーンとしてとかカットとしてとか、まあ、存在した場合に、もう別に手書きと何の遜色はないわけです。何の遜色もない。え、遜色ないんだったらできるじゃん。何が問題なの？あとは、規模感の問題は確かにある。でもそれは、まあ正直言ってやってみなければわかんないじゃん。っていうところもあったので、というかまあ、すでにその、なんでしょう、アニメーションの作業の中に、シーンとかカットの作業として CG の作業がそうやって存在するのであれば、うん。じゃあシリーズとして、まあ、ちゃんと段取りさえ組めれば、これは成立するでしょう、という部分でも思っておりましたので、うん、じゃあやろうよ。やろう。やってみよう。って話をプロデューサーに投げかけたら、まあ、プロデューサーの方も私と同じく新しいもの好きだったので、じゃあやろう。やってみよう。っていう話で、まあ、早速、まあ、三次元様の方に話をさせていただいて、まあ、三次元の社長も新しいもの好きだったと。やります、やります。と。うちがやります。と。一番やります。と。その言葉を待っとりました。というところで、はい、アルペジオが成立したという感じではありましたね。はい。アニメ業界全体がもっといろんな時に、いろんなものに挑戦するべきだと思いますか？思いますね。進化のないやつは腐ってるだけなので、はい。これはもうちゃんとアニメーションの業界も時流に合わせた進化というのは遂げていかないといけないし、それを非難して逃げてるようでは、この、ね、業界自体に将来はありませんので、はい。そんな腐った業界にいるつもりはございません。はい。なので、まあ、しっかりとね、うん、進化していくであろうと思いますし、進化させますよ。はい。ついてこれないやつは、そのままって感じですね。それでは次の作品について質問したいと思います。はい。次の作品は、アウラ、満竜院光が最後の戦い。はい。これは、劇場アニメでね、監督を担当されたものですけれども、はい、アニメシリーズを作るときと、はい、劇場のアニメーションを作るときの現場の違いを教えてください。はい。工程でとか、まあ、一番の違いで言えば、やっぱ手間ですかね。手間の数というのが、やはりテレビシリーズとは一番変わってくる。まあ、どういうことなのって言われれば、テレビシリーズはどこまで行っても、やはり作品というか予算の規模感というところの話になってきちゃうんですけど、まあ、やはりまあ、料金がゆえに、ある一定のスピード感を持って進めなければならない。うん。言ってしまえば、作品を作るにあたってみんなの人件費がいるのです。これは当たり前なのですと。で、それを長期間担保できるかどうか。っていうところの金額面ですね。これがやはり圧倒的に違う。で、映画の場合は、それを見越し、ある程度の、興行収入等々を見越した上で、まあ、とりあえず、ある程度の期間を持ってして作る。まあ、当然ながら、まあ、その規模も大きいですから、まあ、そういう形になってくるんですけど、その取り回しの部分が一番違う。時間ですね。時間と手間というところが一番、変わってくる部分かなとは思いますね。まあ、今ね、チラッと言いましたけど、比較的ね、テレビシリーズとかは、本当にみんな、びっくりするほど早い期間で作ってますよ。驚くほど、まあ今、でも昨今はそれでも時間かけるようにはなってきたんですけれども、うん、一番のテレビシリーズと映画の違いというところで言えば、そこにありましたね。ただ、最近のテレビアニメーション、の手間というのは、正直言って劇場版と変わりません。
変わりませんね。アウラの当時でも劇場版ということで、そこそこ手間をかけたわけですけれども、なんなら今のテレビシリーズ、それより抜いてるかもしれません、手間は。それをもう上回ってるかもしれない。もう今のテレビシリーズ、例えば、ケンガアシュラであれば、完成するまで3年かかってます。テレビシリーズで3年というのは、まあ、昔だったらありえませんね。もうないです。絶対ないですね。はい。で、他の、まあ、オリジナル作品であったりとか、そういったものも非常に手間暇をかけて作るようになってます。やはりお客様が求めるクオリティというものがやはりそこにある。まあ、これは時代の流れでもあるんですけれども、ということもありまして、まあ、やはり、それだけの、まあ、手間暇をしっかりかけて、お客様に届けないと、やはり、まあ、喜んでいただけないというのがありますので、それが一番大きな要因ですかね。まあ、なので、この頃は、じゃあ、まあ、あるの、頃の比較で言いましたけれども、最近で言えば、正直ほぼ変わんなくなってます、テレビもアニメも。はい。で、劇場の方でさらに規模感が大きいものっていうものは、まあ、またも話が違ってくるかとは思います。例えばね、あ、そういうことね、他作品の名前出してあれですけど、ジブリさんの作品とか、ああいうところになってくれば、またやはり動く、やはり予算面の金額が変わってきますので、そうすると、やはりさらに手間がかけられるということになってきます。はい。だからああいったものはまた動き方がさらにね、違ってくるということになるのかなと。やはりね、船が大きければ、まあ大きいだけに動かす人数もかかるわけですよ。はい。取り回しも大変なわけですよ。そういうところでね、いろんな差が出てくるのかなとは思ってますけどね。はい。違いとか差といえばですけれども、ゲーム原作、はい、漫画、小説原作、いろいろと、はい、作品をね、担当していらっしゃいますけれども、そこで自分がこれはここにこう違いを感じるなというものは何かありますでしょうか？いやー、違いを感じるっていうのはね、実はあんまりなくて、そこにある違いというのは、やっぱりお客様の不安層。自分の場合はそこですね。じゃあ作り方で何か変えるのかって言われて、確かに多少変わっていく部分はあります。でも一番大きいのは、つまりそこで我々が届けなければならないお客様の層は違う。これがでかい。要は受け取り側の感覚というものがまるで違う。ここがね、一番ね、大きい部分でもありますね。その根本的に面白ければ大丈夫というのもあるんですけれども、まあ、特にそのキャラクターの扱いでありますとか、そういった部分の受け取り方というところが、まあ、これやっぱりお客様によって、そのお客様じゃないな、ごめんなさい、ジャンルによって若干変化しているのかなって気はしてますね。やはりゲームというのは、一回お客様が具体的に触って自分のものになっているものですから、それをじゃあ誰か第三者が映像化したときに、これは私が思っていた誰それではないっていうことが起きやすいんですよ。そうだよね。だって自分で動かしてたんだもん、それ。ゲームで。そうだ、そうだ。っていう話になるわけですけれども、やはりそこの差が大きい。うん。で、単純にストーリーが展開していくようなゲームのものであったとしても、やはり、ゲームの場合はですね、具体的にやはり自分がそこにプレイヤーとして参加しているので、その受け取り方の感覚というのはやはり違いますね。まるで違う。うん。作る上で、そのお客様に、じゃあ我々は映像化する上でゲームの場合だったら、どういう、要はチューニングで届ければいいのかっていうのは、そこがお客様を見据えたときに非常に難しいところにあるんだなというのは実感しますね。はい。技術的な面で言えばね、それは細かいことはいろいろありますけれども、いや、一番大きいのはそこです。はい。ありがとうございます。で、次の作品について質問したいと思います。はい。次の作品はコメディ、遊び遊ばせ。うんうん。はいはい。とっても印象に残った作品です。ありがとうございます。打ち合わせとか現場でも笑いが絶えなかったんではないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか？はいはい。
あでもそうですね、あの比較的好き勝手作ってましたんで遊び遊ばせに関してはまあ本当にまずあれは原作の漫画があれもあるわけですけれども、非常に原作の漫画が完成度が高い、コメディとして出来上がっていたというのがあったので、まずこれをまあ全くもって殺さないようにしっかりと映像化しましょうというところから、あの遊び遊ばせは始まってるんですけど、まあ、当然映像化するにあたって、じゃあ、どんな風にね、あのそれを、まあ、原作のまず魅力を損なわない、さらに何だったら映像化したことで跳ね上げていくというところで、まあ、やっていこうかというところでは、まあ、考えてね、スタッフ一同動いておりましたんで、まあ、なんでしょう、あの現場はじゃあそういう意味で楽しくやろうねっていうところで、まあ、みんなして好き勝手やってましたね。本当にね、なんでしょう、なんか変なワンコーナー作って、なんでしょうね、人形みたいに動かして好き勝手こうやってやってましたけども、はい、ああいう変なショートコード作ってみたりとか、はい、まあ、他にもね、音響ゲーマーであればね、役者さんに縦横無尽にもう芝居してもらって、はい、もう逆にあの役者さんは疲れたかなと思ってるんですけど、まあ、それはそれで、後で聞いてみたら、まあ、非常に良い経験というか、経験値になったと。コメディというのはね、非常にやはり、楽しい、まあ、現場でもあるんですけれども、実は反面非常に難しい、はい、やはり人を笑わせるということはこれはもう恐ろしいほど難しい技術でして、はい、まあ、正直言ってしまえば泣かせる方が100倍楽です、はい、人を泣かせる方が100倍楽ですね。笑わせる技術に関して言えばとてつもない、もう何でしょうね、手間というよりはまずセンス、うん、これが必要になってきますし、うん、じゃあセンスがあるからといってパッパパッパ思いつくかって言ったらそんなこともありませんし、できるかできないかと言われればね、また違う話になってきますので、ここに関して言えば、まあもうね、変な話ですけど、これ聞いてらっしゃる方も、じゃあいきなり何か言われて、じゃあ今隣の人をすぐ笑わせてくださいって言われて笑わせることができるやつなんかそうそういない、そういう人はコメディアンになれるまあつまりそういうことです。でも何だったらこうちょっといい話持ってるんだよね、自分なんてね、人がいたら、これちょっとしんみりとこう話してみるなんてことをしても、ちょっと全然こう泣けてくるなんていうことがあるかもしれません。ね、そういうもんで、泣ける話っていうのは、そのエピソードに帰属するものなので、技術ではないんです。はい。なるほどね、うん。でも笑わせるというものは、これはもう、もうストレートにその人が持っているコメディとか、まあその笑いのセンスというものに対して全て帰属してくるものなので、早々のことではできない。はい。なのでね、あの皆様もね、テレビで見てらっしゃるコメディアンの方とか見たら、こいつら天才なんだなと思ってください。本当天才ですよ、あの人たち。はい。よくぞ、まあ、あんなもうリアルタイムでポン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 人を笑わせることができるなと。もう通常の人間ではありえないことですね。はい。それぐらいの目線で見ていただいていいんじゃないかと思いますね。はい。ありがとうございます。はい。先ほどそのネットフリックスの話も少し出ましたけれども、一回そのね、はい、ネットフリックスの話に戻りたいと思います。はいはい、具体的に言いますと、ケンガンアシュラが、そのネットフリックスのね、オリジナルのアニメーションですけれども、ネットフリックスの取材を岸さんは受けていましたね。はい、そうですね。はい、それはもちろんドイツのネットフリックスでも、みんな見てると思います。はい、見ていただければ嬉しいですね。はい、その取材の感想を教えてください。なるほど。あれですよね、ネットフリックス上でね、PV のような感じで流れてるやつですよね。あれ当日に言われたんですよ。我々普通のインタビューだと思ってこう言ったわけです。あ、そういったものを撮るんでしょうねみたいな、言ったらいきなりプロモーションビデオみたいなの撮ります的な感じで来られて、え、そうだったのみたいな。なんだ、言っといてくれるの、もっとちゃんと仕込んだのにと。なんだ、もう何の準備もしてないよ。まあ、だから仕方がないから、まあまあまあ、もう、ありもんでって言ったら変ですけど、できることをこう、まあ、やるだけやって、こう、できるだけこう、お客様が見て、何やってんだこいつらと思えるようなものにしようねっていうところで、まあ、頑張ってみましたけれども。
もう本当ね、何でしょう、あのプロモーションの中にね、なんかジムでサウンドバッグで叩いてるような絵とか入ってるんですよね、私がね。私がジムの中にいて、何かサウンドバッグをバカバカ殴ってるような、そういう絵があるわけですけれども、あれも当日連絡して知ってるジムに、ちょっと今から行っていいっていう話をして、撮影させてもらえますか、当日ですよ、本当に。で、まあ、仕込みも何もなしで、いきなりぶつけ本番でいろんなものを撮って、はい、やったわけですけれども、はい、ネットフリックスは次に、ね、行っていただくときはですね、本当事前にちょっと教えてください。ちゃんと仕込みますんで、はい。もうだって、衣装も何も準備できてないんだぜ。もう、こんなの俺何も考えてないよみたいな状態で出ちゃったから、あ、もう今思えばね、脱げばよかったかなと思ってるんですけどね。もう次、生のキッステージを撮りたいときは、我々も企画書を送らず、そのままピンポーンって、ちょっといいって行きます、ね、いや今ちょうど減量中だから、別にいつでも脱げるけどね。増量中だったら嫌だって言うからね。今、増量中でちょっと脂肪つきまくってるんで嫌ですみたいな。いや、脱がなくてもいいから。いやいや、もう、半分脱ぐこと前提で動いてますね。なんだそれ、アニメ監督なのか、これを。まあいいんですけどね。はい、そもそも、アニメ監督になった理由は何なんでしょう？オタクだったんですか、岸さんは。オタクでもありましたよ、もちろん。もちろん。っていうと、上司から、嘘だろって言われますけど。まあ、オタクでもありましたよね。やはりみんなと一緒なので、まあ、当然ながらコミック大好きですし、映画大好きですし、アニメ大好きだし、ゲームは大好きだしっていう、サブカルチャーに対して非常に、まあ、興味が強かったので、まあ、趣味でしたんでね。まあ、それはね、なんでしょう。やはり、このアニメ業界に行きたいっていう理由の、大きい一つではありましたよね。その前に実はね、自分はね、ゲームデザイナーになりたかったんですよ。ちょうど、なんでしょう。世代的に、みんな言ってわかんのかな、ファミコンの世代なんですね。いわゆるスーパーマリオとか、ドイツも来てるはずだけど、わかんないけど、ファミコンのスーパーマリオとか、あの辺が非常に大爆発して、大ブレイクしていた頃で、まあ、やはりその影響を受けて、あ、自分はこういうのも作りたいと、ゲームとかのデザインする人になってみたいって、当初は強く思ってましたね。はい。で、まあ、ただ、非常にですね、で、いろいろ調べるわけですよ。やはりクリエイターさんのこととか。で、どこそこの、大学出て、こういう会社入って、なんていうのをね、見るわけですけれども、その大学俺無理、とか思って。俺、その大学ちょっと無理だな。それ、頭良くないと無理なんだ。頭悪くてもできる仕事ないから。っていうところで。それで何を思ったか、アニメ監督って。じゃあ、アニメ監督、頭悪くてできんのかよって話なんですけど、そんなことはないんだけど、はい、当時、バカな中学生だったんで、はい、じゃあ、こっちがダメならこっちみたいな。で、アニメ監督になりたいって言って、そっからブレてませんね。一切ブレなかったですね。はい、じゃあ、やる。で、まあ、今、ここまで来ちゃいましたね。なんで、もう中学2年の頃やるって決めてからは、一切ブレずにここまで来ちゃいましたっていう感じです。はい。ありがとうございます。その作品のお質問について最後の一つになりますけれども、これから公開になる犬と猫、はい、どっちも飼っていると、はいはいはい、楽しい、ありますね。これが、はい、ありますね。岸さんの新しい一面が見られそうで、ちょっと面白いですね。この犬と猫の日常を描く絵コンテ、いかがでしたか？まあ、絵コンテというか、まあそうですね。あの作品自体が、まあ、実はあれ、私がやりたいって言って持ち込んだんですよ。あの作品も。ちょうど、まあ、知り合いのプロデューサーが、ショートアニメーション、つまり尺が非常に短いもの、1分半ぐらいですね。
のアニメーションの、企画を考え、まあ、探しているというのをお伺いしまして、あ、じゃあこれちょうどいいよと。ちょうどですね、その当時、まあ、ツイッターの方等で、ツイッター上でブレイクしていた漫画が、その犬と猫だったんですね。で、それ自分も知って見てたので、で、それを見てるときに、まあ、ああ、大変面白い漫画になると、自分もあの犬飼ってますんで、もう犬大好きですから、はい。で、なので、まあ、そういう理由もあって、まあ、ずっと見てたんですけれども、まあ、ちょうどそういうね、ショートの企画のお話をいただいたときに、じゃあ、これやりましょうという形で、原作の方をプロデューサーの方に紹介させていただいて、で、それが、まあ、ちゃんと通る形になって、今、まあ、ね、作業の方をやらせていただいている感じではあるんですけれども、そうですね、あれもね、まあ、その、コンテ上どうでしたっていうか、大変でしたか、なんだかっていう話はなく、原作がやはりあれもしっかりしてるんです。非常にしっかりしてるので、まず、この風合いというのを、これもまたやはり、100% 活かしそうというところでは、今、やってます。はい。で、その上で、1分半の中でどういった、まあ、感じのリズムでそれを叩き込んでいくかというところで今、いろいろ調整してますね。あれ実はね、何でしょう、犬と猫っていう、こうね、ペットを取り扱った可愛い感じのものっていうね、風に外から見れば見えるんですけど、非常にコメディーでして、非常にコメディーなんです、あの作品。なので、今回は比較的コメディーとして作らさせていただいてます。はい。リズムもコメディーです。いわゆる見てて面白いって思える方向性のテンポ感というところで、作らさせていただいてますね。で、エピソードによってはいろんなエピソードがありますので、それによってまた使い分けてたりはするんですけれども、なので、本当に気軽に1分半ならさらっとこう楽しい感じで見れる、なんていうところで、今、制作させていただいている感じですかね。なので、本当にね、もうスマートフォンなんかでさっと見れるような時が来ると、ちょうどいい感じの作品ではないかなとは思って、まあ、今作ってますかね。はい。今ね、犬を飼っていらっしゃると話してましたけど。そうですね。もう、はい、この作品に、こう、携わって、猫も飼いたいなって思ったりしました。ああ、でも興味は湧きますよね。興味は湧きますけど、まあ、無理ですね。なぜかというと、猫アレルギーなので、私。これがですね、猫好きなんですよ。好きなんですけど、まあですね、そうですね、10分もいればですね、呼吸不全に陥る。そのレベルです。なので、猫近づけられると、生命の危機に陥るというですね、非常にやばい。可愛いけど触れないっていう、そういう事態になっちゃってます。今どうなんだろう、これがですね、20年ぐらい前からな、20年か30年ぐらい前かな。で、その反応が出て、ちょっとびっくりして、なんで、あ、自分猫アレルギーだったんだっていうのをその時初めて知ったわけですけれども、それ以来、まともに接触してないんですね。そりゃそうだ、生命の危機を陥りますからね。なんですが、もしかしたら体質が変わってないのかっていうのはあるので、どこかね、死んでもいい機会があったら近づいてみたいですね。はい。あ、今死んでもいいかなと思ったら猫に近づいてみるっていうね。はい。試してみたいかなと思います。はい。そんな感じです。それでは次のコーナーに参りたいと思います。はい。キスさんのプライベートに迫る20の質問。はいはい。いきますよ。はい。20の質問をポンポン投げていくので、必ず何かどっちも嫌だとか、はいはい、それは回答できませんとかは、しないで、何かを決めて、回答してください、はい。地味にハードルが高そうだね。やってみましょう。はい。いきます。はい。好物は、そうですね。一番の好物はプロテインかな。何味？バナナ。バナナフレーバーが一番好き。二つ目、好きな言葉。言葉、不撓不屈。じゃあ次いきますよ。好きな調味料。はいはい、好きな調味料。ステーキスパイス。好きな目の色。目の色、ブラウン。苦手なもの。苦手なもの。
いっぱいありすぎてな苦手なものいっぱいあるな。意外と先端こう、わかります？いわゆるとんがったものとか、目の前に遮蔽するものがあると意外と私苦手です。これ高いところとかそういったところは別に全然平気だし、狭いところだって何も思わないけど、あのね、意外と先端というか、なんか目の前に遮蔽物がチラチラするのがすごい苦手らしくて、もう先端恐怖症とはまた違うんでしょうけど、そういうなんかね、うん、変な嫌な癖があります。はい、その他あの地味に嫌なものはいっぱいありますけどね。はい、まあまあとりあえずそこかな。はい、気になるアニメキャラ。気になるアニメキャラ、もう難しいな。自分が取り扱ったアニメのキャラクターかな意外とですね、他の人たちが作ったアニメキャラで、この人は気になる、このキャラ気になるっていうのは、まあ業界入ってからはあんまりないです。うん、やはり自分が作るものにわーっと集中しちゃうので、じゃあ何に興味があるのって言われたら、自分が取り扱ってるキャラクターですやっぱりそこになっちゃう。もうどうしたってそうなる。そうでないと困るって話ですから、いや自分が今書いてるキャラクター何の興味もないんだよねって、それ大丈夫かおいって話になりますから、はい、そうではない。やっぱりまあ自分がね、今リアルタイムで取り扱っているキャラクターたちが一番興味ありますかね。はい、安心する色。安心する色難しいね。安心する色、これもブラウンかな。あ、いやごめん、ブラック。うん、黒だね。ピアスを開けるならどこ？おお、ピアスを開けるならか、どこにしようね。どこが一番いいかな。放送できる箇所でないとダメだよね。まあじゃあとりあえず、スタンダードに耳とか言ってもつまんない。じゃあ放送できないとこがいいな。なんか すんごい痛いかもしれないけど、放送できないところで開けてみるっていうのがいいかもしれないなと思ったりしますけどね。はい。はい、せっかくやるならそこやってみるかみたいな。でもね、自分ピアスにあんま興味ないんだよね。ピアスだったら、一番いいのは入れ墨入れたい。そう、タトゥーすごい興味ありますね。でもね、そう、肩とかどこでもいいってことはないな。一番いいのは肩から胸にかけて入れたいね。やっぱ一番そこに入れたいですよね。こうかな、こう入れたいですね。もう超入れたい、入れたいんだけど、日本でですね、そういったですね、タトゥーを入れてしまうとですね、温泉に行けないんですね。はい、お風呂に行けないんです、最終浴場に、はいはい、入れてもらえないんです。はい、自分は温泉大好きなので、はい、仕方がなくタトゥー入れません。正直、温泉がタトゥー OK になったら俺入れます。やった OK じゃん、じゃあいいや入れちゃえっつって。なんだなんだ、温泉タトゥーあっても入れんじゃんっつって。じゃあ入れようっていう。そんなもんです。はい。温泉があるから入れてないだけです。次行きます。はい。聞いて。聞いて、右。好きな音楽。レゲエ。好きな動物。犬。コーヒー派、お茶派。おう、うわ、むず。これめちゃめちゃ難しいな。 TPO によります。要は、まあやはり和食にはお茶だよねっていう話になるわけですよ。で、洋食にはどう考えたってコーヒーだよねっていうところで使い分けたいですね。うん、派閥がないですね、そういう意味ではね。両方好きですけれども、でも合う形でやっぱり飲みたいよねっていうのが一番ですかね。はい。パン派、ご飯派。これも一緒だね。でもどっちかっていうと、まあどっちかにしろって言われればご飯になります。はい。ロング派、ショート派。それは女の子の好みかい。女の子の好み。でも自分俺ないもん。俺毛ないもん。いや、むしろ毛なんかいらないよ。超ショートだよ。
スキンヘッドっていう超ショック。男性の好み？男性の好みだと？俺は女の子の方が好きだよ。女の子がいいに決まってるじゃないか。やめてくれ。そうですよ。ね、そういう趣味の方ならいいと思いますね。それはそれでね。構わないと思いますけど、残念ながらそういうような趣味ではございませんで、非常にノーマルでして、はい、女性の方が大好きでございます。はい、女性だと、ロング、ショートありますか？全然マジないっすね。見た目の、何言ってんすか、髪の毛で長いか短いかで、んなもうビチビチ決めるようなやつはモテませんよ。はい、そこではないでしょうって話でございます。では、超ショートということで、ね。はい、自分は超ショートです。超ショート。ね、照明当たるとね、反射がひどいぐらいショートですからね。はい、そんなことはいいとして、はい、行きましょう。はい、怖いと思うこと。怖いと思うこと、難しいですね。うわ、いっぱいあるね。怖いと思うことはいっぱいありますけど、なんだろうな、うわ、一つじゃなきゃダメ。まずはやっぱり信頼を失うことなんかねっていう感じですかね。やっぱそこかな。失った信頼というのはなかなか取り戻すことができませんから、何につきね。うん。そこはやはり恐ろしいかなと思うことではありますね。あとはね、お金の見入りが少ないっていうの時が一番怖いですね。ドキドキしますね。収入ね。それはもうみんなそうかと思うけど、こんな恐怖はないですからね。はい。ほんとね。お金面はしっかりしましょう、皆さん。はい、そんな感じでしょうか。これは無敵だと思うもの。無敵だ、なんだろう。ゴキブリぐらいかな。あいつらすごすぎだろ。何億年前から生きてんだよ、あいつら。死ね。なんだ、あいつら。絶滅なんか無理だろうっていうレベルのあの生命力。多分どこ連れてっても生きてるでしょうね、あれね。ね、なんだったら宇宙空間放り込んでもなんか生きてんじゃねえかしらと思うぐらいの。はい。まあ、地球上最強生物じゃないんですかね。おそらくね。はい。では、次行きたいと思います。こだわり。こだわり難しいですね。なんだろうな。ああ、こだわりと言っていいのかもしれませんけれども、自分はまあね、自分が作った作品あるわけですけれども、例えばテレビシリーズとかね、そういったものであれば、まあ当たり前ですけど、テレビで放送されたり、まあするわけですけど、自分はその本放送の時には見ないっていうこだわりはありますね。はい。まあ、これこだわりというよりは演技担ぎといった方がいいのかしらという感じではあるんですけれども、うん、なんでしょう、自分が見ない方がいいことがあるっていう感じがしたくないんですよ。これはね、何本も作ってるとこういった演技担ぎというのは出てきちゃうわけで、まあこだわりといえばこだわりかもしれないし、まあ、うん、これはまあどっちかというとこだわりよりも演技担ぎかな。でもまあそういったまあ自分の作品をリアルタイムには見ないっていう、まあ、こだわり、一種のこだわりはありますね。はい。朝のルーティーン。朝のルーティーン？朝のルーティーンはね、今減量中じゃん。今減量中じゃんって当たり前のごとく言ってるけど、減量中なわけですよ。ボディビル大会に向けて今減量中なわけですけれども、朝のルーティーンで言えば、朝は、コーヒーと一緒に、朝のサプリメントを飲み、朝のサプリメントを飲んだら、朝食の前に、有酸素運動を30分ほどし、で有酸素運動を30分ほどした後に、普通に朝食で、朝食も食べ終わったらもう速攻で仕事。そんな感じですね。そういう意味ではモーニングルーティーンというのは
ありますね。確実にありますね、自分の中ではね。やんなきゃいけないことがいくつかありますからね、減量中なんで。はい。増量中だとね、もうちょっと緩やかなもんではあるんですけど、結構、うん、だからしっかりルーティーンというのは存在しますね。はい。日本以外に住むとしたらどこ？ああ、ドイツめっちゃいいと思います。やったドイツはね、めっちゃいいなと思ってますよ。細かい情勢は知りませんけど、やはり一回、そのね、お呼びいただいたときに、要は、なんでしょう、空気感というものが、あれ、なんか知らんけど、日本に酷似してる部分があるな、とは思ったんですよ。うん。多分ね、日本の方が真似してるんだと思うんですよ。おそらくは。多分なんですけど。うん、そこら辺はね、ちょっとしっかりした情報が私にはないので、なんともわからないんですけども。でも、なんかこう、街並みというか、その街の作り、構造というものの作りが、まあ、日本と似ていたっていうのもありますし、まあ、あとはまあ、その、環境面というところも、すごい綺麗で、まあ、なんでしょう、訪れた場所が良かったのか何なのか、ベルリンだったらこうは言ってないのかもしれませんけれども、ね、お客様から聞いてますからね、ベルリンやばいところだって。で、ドイツ行った時にお伺いしてますから忘れませんよ。ベルリン、ドイツで一番やばいところだって。みんな言ってたから。ね、そういう意味ではね、行った場所が良かったのかもしれませんが、ね、一回訪れて、非常にドイツいいとこだなと、本当思ったので、はい。ね、食べ物も美味しいですし、まあね、事務環境もしっかりしてましたし、そういう意味では非常に暮らしやすかろうなというふうには思いましたね。はい。スタッフさんとね、一緒にジム毎朝行ってましたね。そうですね、はい。今呼んでいただいても同じルーティンが繰り返されるだけですね。はい。またかよ、みたいな。ごめんごめん。もう、めんどくさかったら車で落としてて、その辺に。大丈夫だよ、行ってくるからっていう。前よりも慣れてるから大丈夫だよ。それでは、20個目の最後の質問ですね。はい。一生のお願い。おう、一生のお願い。難しいですね。ああ、じゃあ、とりあえず、一生困らないだけのお金とりあえずください。かな。うん。何の心配もないと、そこに関しては。もう、これ多分あるだけで、恐ろしいほどの心の余裕ができるはず。し、仕事の仕方変わるし、いろんなものが、仕事を辞めることはないですね。物作りたい方ですから、物作ってないと死んじゃうので。それはないんですが、やはりこれがあるだけでもう話が違う。もうこの余裕があると一番嬉しいかなと思うから、まあ、なんでしょうね。一緒のお願いと言われるのであれば、を言っていいのであれば、しかもそれが叶うのであれば、はい。まずそれをいただけましたら非常に助かりますと。という話になるかなと思いますね。はい。あとはこう、ちゃんとね、作品に没頭していきますんで、あとは、作品とボディービルだけで生きていきます。以上です。ありがとうございます。はい。それでは、最後に、引きこもり生活をね、余儀なくされているファンの皆さんに、最後のメッセージはありますでしょうか？はい、そうですね。まあね、今ね、こんな状、コロナでね、こんな状態ではありますけれども、まあ、この状態も当たり前ですけど、いつかは収束するわけです。絶対に永遠に続くということはないわけです。はい。まあ、いつかというのはまだわかりませんけれどもね。ただ、またね、必ずみんなで集まれるという時期は必ず来ます。ね、その時ね、またね、ドイツの方で皆さんの元にお伺いして、みんなで楽しく騒げればいいなとは思ってます。またね、2018年のようにね、みんなでね、車座になって、ワイワイイベントやりましょう。あの空間にまた行きたいのでね、はい、楽しみにしております。はい。ありがとうございました。本日のね、はい、インタビューも本当にわざわざお時間を割いていただいてありがとうございました。それでは、以上をもちまして、インタビュー終了といたします。はい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。またドイツでね。